日本宮城県仙台市大白区、中田中田は、宮城県仙台市大白区の地名。半昌地名としての中田と、その地域の一部として、現行行政地名での中田1丁目から中田7丁目がある。中田1丁目から中田7丁目の郵便番号は981-1104。広域地名としての中田は、以下の範囲を指している。 東北本線南仙台駅の周辺部である中田はじめ7丁目及び西中第一の7丁目の区域。現在ではこの範囲を指して南仙台と呼ぶことがある。住居表示実施以前の中田町全域。すなわち、江戸時代の前、田村の範囲。現在の中田町及び中田はじめ7丁目、西中第一の7丁目。 東中田一の五丁目の区域。旧自治体の中田村の範囲。現在の中田町、中田はじめ七丁目、西中田一の七丁目、東中田一の五丁目、野牛、野牛はじめ七丁目、袋原、袋元和六丁目、白丸の区域。この記事では、広域としての中田地域の歴史に触れつつ、中田一丁目から中田七丁目の区域について述べる。 大白区南東部に位置し、東北本線南仙台駅の東側にあたる。北で大野田、東で、東中田、南東で、中田町、南で、名取市大浅上大殿、西で、東北本線の線路を挟んで、西中田、北西の一点で野牛と接する。南仙台駅周辺に、 マンションが立ち並ぶ他周辺部にも住宅地が広がり、町域内を南北に貫く国道4号、国道4号仙台バイパスの沿道にはそれぞれロードサイド店舗が連なっている。江戸時代に名取郡前田村に置かれた欧州街道の宿場町、中田宿が地名の由来である。中田宿は仙台城下町から江戸に向かって二つ目の宿駅であり、 欧州道中歌に、長町や中田の駒を増す玉で、物言わぬ間に、月の木の土手と読み込まれている。1889年の町村政志向に伴い、前田村が、白丸村、袋原村、野牛村と合併して、中田村が発足すると、旧四家村の名称がそのまま、中田村の大技となり、1941年に、中田村が、 仙台市に編入された際には、旧中田村の四つの大技のうち白丸、袋原、野牛はそのまま名称が仙台市に引き継がれたが、前田は中田町へと改称された。1979年、南仙台駅及び旧中田塾を中心とする、中田町の北西部に住居表示が実施されることになり、東北本線の線路を境として、 当該部分の東側を中田とし、西側を西中田とした。2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。仙台中田郵便局。ありがとうございます。